1分でわかる松島暦 MMA 戦績20戦14勝6敗シュート、パンクラス、ワン、ビープなどを渡り歩き、目立った獲得タイトルはないものの、世間からはフェザー級国内最強の一角とも呼ばれている。幼少期から極真空手を始め、中学時代までに柔道、レスリング、キックボクシングと様々な格闘技を習い、打撃、組ともに強力で総合力の高いオールラウンダーだ。あの朝倉未来よりも強いと語る人も少なくはない。常に UFC チャンピオンを目標に本物を目指している。そんな松島が今月1月21日に旗揚げ大会が行われるトップブライツへ参戦が決定。相手は2018年ライジン13にて朝倉未来と激闘を繰り広げたカルシャガ・ダウトベック。16戦13勝のうち 11KO を誇る強敵だ。松島はしっかり勝つことができるのか注目が集まる。